松潤さん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回は重複アップロードの件ね、解決方法までアップロードしていただきましてありがとうございました。多分多くの人の役に立つんではないかなと思います。でそこでね、ちょっとテーマ変わってくるんですけども、これ見てくださいね、シェーバーですね、6枚刃のシェーバーです。でこれ当然ですけども説明書入ってるんですよ。でもこういうの買って説明書を読む人ってあんまりいないと思うんですよね。で何かトラブルがあった時に連絡先とか解決方法とかを探ろうと思って説明書を探すんですけども、その頃には箱ごとなくなっているっていうのがいつものパターンだと思います。でも今いい時代ですよね。頼みもしないのに YouTube にこういったね、機材のいろんなトラブルと解決方法を動画で出してくださってる方がいたり、説明書を読みながら分かりやすく解説してくださる方がいるんですよ。ということでね、そういう人になればいいんじゃないかなと私は思ってるんですよ。説明書は入ってるのに読まない人のために、説明書を代わりに読んで解説してあげますよみたいな、これだったらずっと再生されるんじゃないですかね。冷蔵庫、エアコン、テレビ、まあ、魔法瓶っていうのは最近は言わないですけども、 iPhone、まあ、電卓、遅延層、それから高枝切りばさみ、まあ、いろんなものがありますよね。特に私がねすごいなと思ったのが中古車なんですよ。車ね、車を買った車が中古車の場合、当然カタログついてないですよね。で車自体も古いんでメンテナンスブックとかなかったりするんですよ。じゃあそれを解説する人っていうのは何ですかね、いわゆる旧車、1980年代90年代、場合によっては2000年代の車ですら、もうすでに中古で買った人はマニュアルがない状態です。だからそのマニュアルを YouTube で喋ってあげたりとかね、車実車を持って解説したりとかね、やれるんですよね。これ車に限った話じゃないですよ。自転車でもいいんですよ。自転車のパンクの修理の仕方とか、ブレーキはどのようにメンテナンスすればいいかとか、自転車なんとか協会の連絡先はどことかね。だから世の中に溢れている商品という商品全部にアップロードのネタがあるんですよね。しかも例えばね、包丁1本にしても何でもいいんですけど、歯ブラシ1本にしても掘り下げようと思ったらいくらでも掘り下げられるんですよ。だからこういう風にして変なものの専門家っていうのもいいですよね。まあ、松潤さんでしたらいろんなこの楽器とかね、例えばバンジョーとかね、タンバリンとかね、カスタネットとか、ああいうのをなんかずっと解説して回るみたいなのがあってもいいかなと思いますし、珍しい楽器とかね、あんなもいいかもしれないですよね。うん、あとピアノがなんであんなにね、いい音なのかとか、ピアノの調律ってあるじゃないですか。あれはいくらぐらいするのかとか、竹本ピアノは何で儲かるのかとかね、それからパイプオルガンを調律できる人は日本に何人いるのかとか、なんかね、その業界の人だったら知っておきたいなとかね、その業界に入る人が、まあ、勉強しておきたいなみたいなのいっぱいあると思うんでね、どん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 自分の世界をこうやってね YouTube で広げていってもいいんじゃないかなと思ったりしました。うん、私もねだからね、やることが多すぎて何をやるべきか分かんないようなそんな感じですよね。はい、今回も動画送っていただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。